サッカーグアテマラ代表はグアテマラサッカー連盟により構成されるグアテマラのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは首都グアテマラシティにあるエスタディオ・マテオ・フローレス。2018年大会予選の終了時点でワールドカップ地区予選で通算49勝を記録している。これは本大会出場を経験していないコンカカーフのチームでは最多となっている。 フィフォバイ2006年大会予選では最終予選まで進み最終戦前までの時点で5位だったが4位のトリニダード・トバゴに勝ち点差2と迫っていた。グアテマラは最終戦ホームでコスタリカからの勝利が必須で勝利したバイトリニダード・トバゴがホームでメキシコに引き分け以下でグアテマラの大陸間プレイオフ進出となるところだった。 結果グアテマラはコスタリカに3の1と勝利したものの、トリニダード・トバゴもメキシコを2の1と下したため、5位で予選敗退となった。なお、トリニダード・トバゴは大陸間プレーオフでバーレーンを破り初出場を果たした。ありがとうございます。